ジューデールウエと呼ばれるフランスのスゴロクガチョウのゲーム、またはガチョウゲームは特定の発祥を持たないボードゲームである。螺旋状の形状からファイストスの円盤と密接な関係にあるゲームであるという人もいれば、1574年から1587年までの間に送られたフィレンツェのトスカーナ大公フランチェスコ一世でメディーチから、 スペイン国王フェリペ2世への贈り物に期限があったという人もいる。後者の学説ではゲームの誕生にテンプル騎士団が貢献していると言われる。テンプル騎士団の説によると聖地から他のゲームやファイストスの円盤のような円盤の影響を受けてゲームやサンティアゴでコンポステーラの巡礼路への秘密のまたは暗号化された道標を発展させこの巡礼で ゲームが違った形で多くの世界で広まっていった可能性があるとしている。さらにゲームに隠されたメッセージがゲームの中ではなくサンティアゴでコンポステーラに至るまでの童貞におけるモニュメント大聖堂、教会堂の中にあるはずだとしている。1597年6月にジョン・オルフェはこのゲームがロンドンを発祥とするものであることを証明した。課長のゲームが 近代における多くのヨーロッパの商業的なボードゲーム競技のプロトタイプに違いないと考えられている。このゲームはヨーロッパで最も遊ばれるものであり、家庭での娯楽として見られるものでもある。1880年代から1890年代にかけて商業性のあるゲームが生まれ、この時代の衣装を着た妙齢の大人や子供のように古い、 ヨーロッパ人の典型的な特徴を捉えたものであった。1960年代には CO-5 というゲーム会社がグーセスワイルドと呼ばれる様々なバージョンのガチョウのゲームを発売した。盤面は連続した数字が付けられたマスで構成され、スタート地点が一番外側になるように普通は螺旋状に描かれている。各々の,の,のプレイヤーのコマは一つか二つのサイコロを 投げた目の数によって動く。課長が描かれた一連のマスが盤面の隅から隅まで散らされている。課長の上に乗ることによってプレイヤーは同じ距離を繰り返して動くことが許されている。橋の絵が描かれたマスのようなボーナスの近道に泊まるとプレイヤーは別の特別なマスに進むことができる。また、プレイヤーが後ろへ戻されたり、一回休みに させられるなどペナルティを課せられるマスもある。そしてドクロや死を意味するもので描かれた最も目立つマスに止まってしまうと、プレイヤーはスタート地点に戻されてしまう。スペインの盤面では、パーチースの盤面と呼ばれる逆回りのものが使われる。ありがとうございます。